トコムスクエア TV 第3部原油についてコミュニティインテリジェンスの近藤正代さんに解説していただきます。はい、よろしくお願いします。さあ今日の原油のポイントは、ポイントは石油収穫と、まあ、原油の生産量、アメリカの原油の生産量がどうなるかってことを、まあ、レポートがございましたと、はい、いうことでございまして、石油収穫につきましては簡単に、よいしょグラフで申し上げますけれども、はい、生産量ですね。これ4つのグラフ全部生産量のグラフでございますが、2000年、1920年からのグラフは一番左の上、2005年その赤いところでくったところを引き伸ばしたやつが右ですね。右の上でございまして、左の下は過去5年を横並びにしましたってやつですね。はい、全部上の方にいまして、これは価格が青、紫色が価格の動きで、線の方が生産量でございます。うん、この4つのグラフで分かります通り、1300万バレルで3週連続で過去最大をそのままキープしていますというのが、まあ、1300万バレルを言いたいためにこれを出したんですけれども、うん、はい、価格はそんなに上がってないですけど、全然上がってないですけど、はい、こんなに生産増えてるってことですね。そうですね。それはやっぱり、うん、なぜですかね。というか、はい、採算がいいから、まあ、48ドルぐらいですから、うん、まあ、50ドル以上ですから、儲、はい、かってますから、作るんでしょうね。効率がどんどん上がってるんですよね。コストよりも、高く売れますということですね。うん、価格が下がっててもですね。はい。で、輸入は、まあ、青い左の上は、これ原油でございますけれども、はい、石油製品じゃなくて原油なんですけれども、はい、このところは青いグラフの真ん中に入ってますから、つまり平均平均の真ん中に起こってますということですね。はい、輸入は減って、輸出の方が増えてますと。過去5年よりも、はい、上の方にいますと。輸出は多いですね。そうですね。はい、ということでございます。これは在庫、一番肝心なところが、収穫を見るときに皆さんが見るのは、この在庫の動きなんですが、うん、一番下の1月24日時点のところを表で見ますと、はい、354万バレル原油在庫が増えました。うん、からガソリン在庫はもうずっと9週間連続で増えてまして、はい、120万バレル増えてます。流出は当然今、使ってますから、128万バレル減ってます。灯油を使ってますからね。現在。在庫が増えると、価格は下がる。どうしても価格は下がりますよね。そういうことですね。はい、これを見て、あるいは予想と、うん、どう予想よりもどうなったかってことを見て価格が動きますと、はい、ですね。はい、次は EIA の、はい、AEO は2050年までの予測をした将来のエネルギー見通し、はい、つまり生産予測、そうですね、はい、エネルギー全体の見通しを出したものがございますんですが、うん、毎年初めに出しますけれども、これの中に書かれてなか中で、いわゆる原油の生産がどうなるか、前から原油の生産が減るってことを言ってましたけれども、価格によっては増えるってこともあるんですよね。ですから、ものすごく価格が高い場合ですね。緑色のグラフで、これはなかなか生産減らないというグラフもあります。だから、確認埋蔵量がなくなる、つまり、埋蔵量がなくなって枯渇しちゃうってことではなくて、採算に合えばまだ作りますよということですね。ですから価格が下がった場合、一番下のグラフですが、これは急激にもう2020年ぐらいからずっと先減ってきますよと。でリファレンスケースは真ん中でして、まあ2040年ぐらいから減りますけれども、それまで横ばいですねというようなことで、その価格の動向によって作るか作らないかの話ですよと。ものがないわけではないですよということですね、ということでございます。それからこれが2030年以降、ネット輸入量、今の、原油の生産と、関連してきますけれども、価格が高い場合、一番下の緑色のグラフですが、輸入はどんどん減ってきますと。国産で十分賄えますと、ことになって、価格が低い場合は国内生産を作らないしないから輸入が増えて、これまで、去年の9月にネット輸出国にアメリカはなったんですけれども、これがまた反転してネット輸入国になってきますよと。はい、それもあり得ますよということですね。ですから予測といっても前提条件があれば、絶対ということはないわけですね。はい、で、最後にどこで作ってるかっていうと、青いグラフ、下の青い面のグラフは、パーミアンですね。これは右の、アメリカの地図の
左の下の方ですね、テキサスとニューメキシコ州にまたがったところで作るのが一番多くて、これは一番元気なんですよね。そうですね、それでもあんまり増えはしませんが、うん、今よりは増えますね。2020年ぐらいからずっとこう横ばいになりますけれども、それだけ縦の面はだいたい同じぐらいになってますと。他のところもまあありますよって話ですね。ロッキー山脈のニオブララとか、バッケンオリとか、メキシコのイーグルフォードですとか、合わせて、これらが 36% を占めるということですね。うん、でもみんなそれぞれ生産量をです、ね、はい、そのまま保っていきそうって感じなんですね。だから、うん、物が枯れちゃうって話ではないってことが分かればいいかなと思ってます。うん、はい、作るかどうかの問題は価格によって作ったり作らなかったりしますということですね。うん、はい。以上で今日はおしまい。シエルが枯れるとかどうのこうのっていう話を、それない、だからそれは誰かに言われたんでね、うん、そんな当たり前だっていうそのコメントがありましたんで、はい、そうだったかなと私ちょっと疑問に思って、うん、よく調べてみたら、はい、こういうことだったってこと、こういうことだったんだなということですね。まあ、EIA が言うから多分正しいと思いますね。うん、ですから資源が枯れるっていう話はなくて、はい、作るかどうかっていう話ですね。それは採算に合い、あるいは需要があれば作りますよと。需要がどんどん増えればもっと作るかもしれませんね。うん、需要、これもこのレポートの中には需要の予測も入ってますから、うん、需要がこれだけ増えればどうなるってことも、これの中に先ほど価格だけで言いましたけども、はい、需要の予測との関連の表もございます。はい、いずれにしても、作るか作らないかの問題でございます。ということでございました。はい、ということで第3部原油でした。はい、今日も最後まで第3部までね、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。来週は小針さんですね。はい、はい、最後にですね、トコムスクエア TV ご覧いただいてます皆様にお願いがあります。ぜひ YouTube でチャンネル登録をお願いいたします。はい、チャンネル登録でよかったらグッドボタン、はい、いいねって押していただけると大変嬉しく思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。グーグーグーみたいな、はいはい、それでは来週は近藤さんもお休みですけれども、そうです、はい、近藤さんまた再来週、再来週、はい、で見てらっしゃる皆さんまた来週お会いいたしましょう。よろしくお願いします。さようなら。失礼します。